でさ、あるしたらでさ、逆光で全然これでダメだ。見てください、あの相撲さんの発砲あれはやりすぎです。あれやりすぎです見てください、映しました、あれあのあそこのグランドスタンドがもう人でごった返すわけですよそしてこの 大観衆がねまだ誰もいないですよ。でもださやかーいやーでもさ、こんなところで同時的に気持ちよくない、これだよ、ねでもね、なかなかこう人生経験としてね、こういう国際サーキットで練習できるという経験はやっぱ素晴らしいですよね。はーい、みんな見てるな。レジスパです。結構グリップの練習してるんですけど、グリップの時にもめっちゃ使えるので、これはなんか最近あのおすすめですよ。あ、お供です、お供これが水平センサーの役割をしてるんだ。そうです。で、要はその角度、うんうん、練習内容は完璧なんだけど、走りは完璧今日は褒めるんじゃなかったんですか。走りも完璧です。あ、そうです今日は褒めるんじゃなかったんですか完璧です全部完璧ですか、はい、もう見てる意味ないですよね。それじゃダメになっちゃいますね、やっぱり完璧ですもうね、恐怖でしかないです、今なんか完璧です。遅い完璧ですフェイントでかい完璧です奥すぎで蛇行だけど完璧です最低蛇行で奥すぎるけど、どこが完璧なの。まあ、この辺蛇行が完璧だし、いい蛇行してるね、いい奥ぶりしてるね角度つけて、早めに止めて、ここから縦にアウトクリップで抜けてこれるかだな。 S 字がやっぱりね、蛇行になってる人が多いんだよね。こんな感じだよ。今のね、1コーナーがいいね。今ね、ギリギリバンパーが入ったかな。ピントはあのぐらいの量でいい。向きはしっかり変わってるから。いいよ、いいよ、みんな見て、はい、いいよ、バッチリバッチリ、
その時のグリップでも大体わかるだろうし。手前すぎて、なんか強引伸ばしたねみたいな。現在9位。28.2 だけど、アウトのゾーンが怪しいから下手したら2点減点かな。角度を早く立て直せてない。 17.75 かな。12位通過。明日使用するタイヤを3セット抜けた後の戻しっていうの、あれはもうちょっと早いよ。ちょっとやっぱり S 字で持たせていけるように。今日日曜日ということになりますので、エシエンさんにも来ていただきます、はい。
ライド同じような感じ。行こう。点数は良くないけど、2点減点だからちょっときつい。どこ行っちゃいました？はい、なんか、上の方走っていきましたけど。走ってった。Baby